どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日のテーマがこちらという形になるんですが、総子葉類と単子葉類という形になります。総子葉類と単子葉類という形になります。はい、こちら。はい。で、総子葉類と単子葉類の要するに違いっていうのを見ておきましょう。いいですか？これちょっと2つに分けますんで、皆さん覚えてください。総子葉類で子葉1枚で書くやつ、頭おかしいんちゃうかと思うんだけど、双子って、二人いるから双子じゃないですか、そもそも。ね。双子の二って書いてるわけじゃないですか。で、単って言ったら一個って意味ですよね。単子葉類の単って言ったら一個って意味になるわけですよね。それで子葉の枚数わかりませんよって言ったら、ちょっと変なこと言うなって話になるんですけど、総子葉類っていうのは子葉が2枚だから総子葉類です。まずこれが基本です。総子葉類っていうのは子葉が2枚だから総子葉類です。はい。で、単子葉類っていうのは子葉が1枚です。いいですか？ここまで大丈夫ですか？で、違いをしっかり覚えてください。総子葉類の場合は、主根と側根に分かれています。いいですか？主根と側根になっています。一方、単子葉類は、ひげ根の状態になっている。こういうふうな形になります。つまり、違いをしっかりと、見極めないといけませんという形になります。いいですね。総子葉類は子葉が2枚。単子葉類は子葉が1枚。そして、主根と側根で出来上がっているのと、ひげ根で出来上がってますよ。という風な形になります。よろしいでしょうか。というわけで、この総子葉類と単子葉類。総子葉類と単子葉類。この違いをしっかり覚えてください。総子葉類、子葉2枚だよね。主根と側根に分かれてるよね。これぐらいをしっかりと覚えておかないといけません。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。